トレリンです SNS で話題のポーリングアート皆さんご存知でしょうか自分だけのオリジナルアート体験してみませんか今回は宮崎市本宮町にあるペイントスタジオ宮崎にやってきましたこちらのお店では世界に一つだけの自分だけのアートを作れるそうなんです一体どんなお店なんでしょうか早速行ってみましょう こんにちはああ、もうすでに作品がたくさんありますねえこのフィギュアを制作できるお店になってるんですかはいこちらはポーリングアートといって、えー、真っ白なフィギュアの上からアクリル絵の具を流しかけて、はい、色や模様の変化を楽しむアートになっていますこれ SNS でよく見てます私も気になってました 色はもう何色でも使っていただいて大丈夫なので色の入れる量だったり順番だったりによっても模様が変わる感じになってますぜひちょっと私体験させていただきたいんですけどよろしいですかはいもちろんですありがとうございます楽しみですそれではフィギュアのサイズをまずはお選びいただきます特装ありますね、はい こちらのキーホルダータイプのミニベアから70センチのサイズまであります <laughs> 70センチまであるんですかはい、えー、めっちゃでかいですそうですよね、はい、わあ迷いますけど23センチのクマちゃんとミニベアで私はあと楽しみたいと思います <laughs> それではまずは色を作っていきましょうはい こちらのカップの中に色を入れていただくんですけれども<い>、はい、縦線のグラデーションを出したい時には、えっと、色を細かく入れていくのがおすすめです、はい、なるほど、はい、じゃあちょっと層をたくさん作るといいんですねです色が完成しました今からかけていくんですけどこれは大事な作業ですよねはいはい 頑張ります。行きます。うわ <laughs> あ！なんかすごい近未来なベアになってませんか？ああ,あすごいね模様が。あ結構ピンクと青出たんじゃないでしょうか。紫がちょっと強いですが。 いかかがです出来栄えははいめっちゃ可愛いありがとうございます <laughs> キッズプランというものがありまして小学生以下のお子様とご来店いただくと小学生以下のお子様は無料で1体制作をすることができるプランになっております親子で楽しめるので一緒にご来店をする方が多いです 親子でアート体験いいですねはい好きな色を入れ込んでそしてかける時にかけ方によって模様も変わるので本当に自分好みのフィギュアが作成できてとっても楽しかったですこちらは乾燥をさせて翌日以降のお渡しになります楽しみです完成も ところで山下さんお隣にもお店がありますよねはい隣はポプレットというカフェでアート体験をされたお客様はもちろんそれ以外のお客様もドリンクなどテイクアウトしていただけるお店になっておりますアートと同じビアの氷を使ったドリンクとチュロスを楽しんでいただけますうわーかわいいですね色もカラフルでクマが本当にいますね 今回は元宮町にあるペイントスタジオ宮崎をご紹介しました自分好みでカラフルな色からサイズからセレクトできるということでオンリーワンの作品を皆さんもぜひ作ってみてはいかがでしょうか皆様のご来店お待ちしております